皆さんは、妻が口を聞いてくれませんという本をご存知でしょうか。夫の心ない言動が積み重なり、妻が6年間も無視し続けるが、夫には原因がわからない。この本は2020年からウェブで連載されていますが、現在も賛否両論を巻き起こしています。すれ違いを避ける意味でも、夫婦喧嘩の原因を紹介していきたいと思います。皆さんの夫婦喧嘩の理由は何ですか？コメント欄で教えてください。1、言った言わない聞いていない。言った言わないの争いは解決が難しいです。私の両親の喧嘩の原因はこれが多かったです。厄介な点は、お互いの認識のズレから生じるため、口論が一生平行線をたどることも、言った言わないを貫きたい理由は、自分を信じたい気づけば、プライドとプライドのぶつかり合い。解決策は、普段からコミュニケーションを取ることで、認知のズレを少なくしていくことでしょうか。2、子供の教育。子供の進路や教育方法は、夫婦それぞれの経験に基づいた考え方が反映されやすいです。理由としては、自分が親になった時、自分の親を手本にすると言われています。教育方針に正解はありません。一人の人間を育てることは大変なことなので、教育の独裁政治ではなく、民主政治で行きたいですね。3、家事分担。家事のやり方。家事はエンドレスでやってくるもの。そもそも、家事の全体像を把握できていないことが原因かもしれません。まずは家事をすべて書き出し見える化を図ることから始めてみては。4、お金の問題。金の切れ目が、縁の切れ目という言葉がありますが、ともすると、愛情以上に、夫婦仲に、大きな影響を及ぼし、時には、100年の恋も一気に冷ましてしまう力を持つのがお金です。ある調査では、お金の話ができている夫婦ほど、夫婦間でのコミュニケーションに対する満足度と、家事分担についての満足度などが高いと言われています。3の家事分担についても解決策になりそうですね。5、些細なこと。些細なことが積み重なり、何かの拍子に爆発する。3日経ったらなんで喧嘩していたんだっけ。なんだか虫の居所が悪い日はありますよね。なぜ自分がイライラしているのか、整理していくことが必要かもしれません。6、意見の相違。おしどり夫婦といえども、全ての意見が 100% 一致するなんてことはありえません。日本人の離婚理由第1位は、男女ともに性格の不一致です。下記に当てはまったら要注意です。7、食にまつわること。ゼクシーが行ったアンケートでは、20から30代の花嫁287人のうち 85% の人が、恋人や夫婦で食の好みや習慣が似ていることは重要と答えています。特に日本人は三大欲求の中で食欲に重きを置く傾向にあると言われています。育ってきた環境が違うからセロリが好きだったりするので、好き嫌いは否めません。8、絶対にやってほしくないことをしてしまった。ネットにある意見ではコンプレックスをいじられた。相手が楽しみにしていたケーキを食べてしまった。元彼や元彼の話をされると腹が立つ。などが上がりました。相手の怒りのポイントを探る努力が必要ですね。旧配偶者の親族の話。こちらも離婚の理由として、妻 8%、夫 15% の割合で、相手の家族、親族との折り合いの悪さを挙げています。夫婦間の問題をパートナーに相談せず、初めに自分の親に相談し、親がこう言ってたんだけど、という相談話を持ちかけると、パートナーのプライドが傷つくと言われています。知らない間に、自身の家族への不快感が相手に溜まっている場合がありますのでご注意を。以上9つを紹介してきました。こんなことで、と感じる人がいれば、これは許せないと感じた人もいることでしょう。価値観というものは、十人十色ですね。皆様の解決策の一助になれば幸いです。これからも、結婚や離婚、子育て、嫁姑問題などを動画にしていきますので、チャンネル登録をお願いいたします。